本日はイリアスフィール氏が新たに公開した新しい Web UI ステーブルディフュージョン Web UI Forge を導入してみたので、 Forge の導入方法やスタビリティマトリクスで使用していたチェックポイント、ローラの共有方法、オートマチックイレブンイレブンとフォージでの生成比較等をご紹介していきたいと思います。では初めにフォージとはどんなものなのか、興味深いところのみ簡単に抜粋していきます。ステーブルディフュージョンウェブ UI フォージは、開発を容易にし、リソース管理を最適化し、推論速度を向上させるためのプラットフォームです。このプロジェクトは SD ウェブ UI のフォージになることを目指しており、フォージという名前はマインクラフトフォージから着想を得ています。元の Web UI に比べ次のような速度向上が期待できます。一般的な 8GB VRAM の GPU を使用する場合、推論速度が約30から 45% 向上、 GPU メモリピークが約 700MB から 1.3GB 減少、最大拡散解像度が約2倍から3倍に、最大バッチサイズが約4倍から6倍に増加します。力の弱い 6GB VRAM の GPU を使用する場合、推論速度が約60から 75% 向上し、 GPU メモリピークが約 800MB から 1.5GB 減少、最大拡散解像度が約3倍に、最大バッチサイズが約4倍に増加します。強力な 24GB VRAM の 4090GPU を使用する場合、推論速度が約3から 6% 向上し、GPU メモリピークが約 1GB から 1.4GB 減少し、最大拡散解像度が約 1.6 倍に、最大バッチサイズが約2倍に増加します。 SDXL のコントロールネットを使用する場合、最大コントロールネット数が約2倍に、 SDXL プラスコントロールネットの速度が約30から 45% 向上するとのことです。また DPM プラプラ 2M ターボなどサンプラーもいくつか追加されているようですね。そしてオートマチックイレブンイレブンの利用者にとって最大のアドバンテージは次の一文、フォージは不必要な意見の変更をユーザーインターフェースに加えることは決してなく、 100% オートマチックイレブンイレブンウェブ UI を使用していることを約束しますと記述されています。オートマチックイレブンイレブンで使い慣れたインターフェースのままご使用いただける仕様となっているので、導入後すぐに同じような感覚で画像生成ができるようになっています。ここ重要ですね。オートマチックイレブンイレブンの登場で一気に市場が拡大したと記憶しているので、イニシアティブを取っているインターフェースを強襲しているのはつよつよではないでしょうか。では早速オートマチックイレブンイレブンとフォージとで生成速度の違いなどを比較してみましょう。じゃあまずはじめにフォージでの生成を見てみましょう。512512サイズでステップ数は20、バッチカウントを10にして生成しましょう。グラボは RTX4070Ti での検証となりますね。512512で10枚の画像生成ではだいたい13秒台で生成できるようですね。それから使用している VRAM は 4GB くらいのようです。ではオートマチックイレブンイレブンの方も見てみましょう。こちらはエクスフォーマーズありでの生成ですね。2回ほど生成させればいいですかね。おー、オートマチックイレブンイレブンの方は16秒台なんですね。ってことはフォージの方が約3秒早いですね。オートマチックイレブンイレブンとフォージとの比較生成ではこのような結果になりました。16秒台が13秒台の生成速度になっているので、だいたい 81% 前後まで速くなっていますね。 VRAM の使用量は 4.6 から 4.2 なので約 91% ほどまで抑えられているようです。では一応いつも生成しているような設定でも比べてみましょう。
ハイレゾフィックスを使用して720-1280サイズで生成してみましょう。ついでにアフターディテイラーも動かしましょうか。ふむふむ、ちょっと早いですね。ムラがあるけど、だいたい 1.5 秒前後早いですかね。2%の速度向上で、インターフェースも同じ仕様なら乗り換えちゃってもいいんじゃないですかね。そのうちスタビリティマトリクスにもパッケージングされると思いますが、一足先に導入したい方は公開ページで配布されているワンクリックパッケージをダウンロードすれば、サクッとバチクソ簡単に導入できるので、概要欄からサクッと導入してみましょう。では次にワンクリックパッケージでのインストールのやり方を説明しますね。 GitHub にあるイリアスフィール氏のページに行きましょう。 WebUI Forge のページへ進んだら、画面を下へスクロールしていきましょう。少し下に行くとインストーリングフォージの記述があります。その文中にワンクリックパッケージのダウンロードリンクがあるのでクリックしてみましょう。するとダウンロードが始まります。ダウンロードが完了したら、回答ソフトを使ってフォルダを自分の好きなストレージに展開します。 5GB くらいの大きさになりますので、ストレージの容量に注意してくださいね。まずはじめにアップデートというバッチファイルがあるので、こちらを先にダブルクリックしてアップデートを確認します。まだ公開されて間もないので、頻繁にアップデートがあると思うので、立ち上げる前にアップデートが推奨されています。このアップデートバッチをダブルクリックすると、このような青い画面で警告が出ますが、詳細情報をクリックして私は実行します。コマンドプロンプトが立ち上がり更新されますね。何かキーを押してくださいと出るので、何か押してみます。これで完了です。そうしましたら、次はランというバッチファイルをダブルクリックします。初回はリアリスティックビジョンというモデルがダウンロードされるようですね。しばらくするとフォージの WebUI が立ち上がります。オートマチックイレブンイレブンとほぼほぼ一緒の UI なのがわかりますね。上のタブに SVD という表記があります。フォージではステーブルビデオディフュージョンが使えるようです。やったぜ。おっと、コントロールネットが最初から入ってますね。フリーユーもあります。いろいろな拡張機能が最初からビルトインされていますね。とりあえず私はスタビリティマトリクスを使っているので、そちらに入れているモデルやローラなどのファイルを共有させることにします。展開したフォージのフォルダ内にある WebUI というフォルダを開きます。この中に WebUI ユーザーバッチファイルがあるので、これを編集しましょう。念のためファイルのコピーを作っておいてくださいね。最初は多分このような表記になっていると思います。スタビリティマトリクスを使っている方はこれをこうしてください。まず A1111 ホームの前にあるアットレムを消します。このリマークの後ろの記述は実行されないので、実行されるように消しますね。次に A1111 ホームの後にご自身のスタビリティマトリクスのデータフォルダのパスを記述します。私は D ドライブ直下に置いているので、こうなります。パスをペーストした際の注意点として、バックスラッシュじゃなくてスラッシュに訂正してくださいね。バックスラッシュだと参照されません。次にチェックポイントからローラまでの引数前のアットレムを消して有効にします。それからスタビリティマトリクスでのエンベディングスのパスはこちらだと思うので、この部分の記述を書き換えます。これで参照されました。間違ってたらごめんなさいね。ついでに VAE とかは同じフォルダ名だったから、シンボリックリンクで参照させました。皆さん、このフォージのモデルやローラの参照画面は
バチクソ優秀な予感がしますよ。従来のこのモデルの参照画面はファイルをフォルダ分けしていると上部にフォルダが表示できたのですが、階層分けされているサブフォルダも全て表示されてしまい大惨事になっていましたが、じゃじゃーん、今回はツリー表示に対応しています。これなら大量のモデルファイルを探しやすいですね。しかし現在共有フォルダはツリー表示に対応していないみたいなので、モデルを共有している場合はアップデートされるのを待ちましょう。はあ、めんどくさいから拡張機能も共有しちゃいました。この辺はあまりやらない方がいいかもですね。で、見てて思ったのですが、最初から入っているコントロールネットはユニットごとにアコーディオン形式になっているようですね。3つ開くと結構使いづらいかもしれませんね。なので私はとりあえず従来のコントロールネットを使ってます。というわけで今回は WebUI 4G のご紹介でした。気に入ったら高評価をポチックリお願いします。